はいどうも、ルルカです、セブンナイツ実況をやっていきたいと思います。昨日引いたね、東四郎なんですけど、よいしょ、今こんな感じでだいぶ育ちました。ただ虹がないんでね、ちょっと虹集めないといけないところなんですけども、で今のところ東四郎が2、4、6体の、まあ織姫は関係ないか、でウルキルは2体、グリム女王2体という感じですね。でもう早くももう大きな偏りが出てるんで、まあちょっとこれどうするかってとこですよね。韓国版みたいにね、セブンナイツのキャラ4体ぐらいとセブンナイツ召喚券じゃない、セブンナイツじゃない、ブリーチ召喚券交換できるとかいう仕組みがあればね、よかったんですけど、まあそれしゃあないですね。環境の違いなんでね。まあ、イチゴ狙って、変わらずやっていきたいと思います。とりあえず66連、またやっていこうかな、と思います。で、とりあえずまあ、揃わなくても、早い段階で、ちょっとシロちゃんだけは編成加えていきたいなと思ってますね。今、こんな感じでパーティー組んでるんで、まあ今、パイロンのところなのか、エースのところなのかを、シロちゃんに変えてみたいなと思います。どっちか。うん。ですね。さあ、ちょっと引いてみましょう。今日も大変だったでしょう。よいしょ、コラボガッチャ。よいしょ。ここだ。さあ吉と出るか凶と出るか、まあ2体以上出るのも嬉しいっすよね。うん、金率はこんなもんで、真ん中からイチゴ出ない説があるんで、ウルキオラあとジェイブさんの動画見て、なんだっけ、ジェイブさんの動画見て、もやもやが出るってことも分かったんで、まあ、そこら辺の期待も多少込めて引いていこうと思います。よい。これ、今どうやってやったんだろうね、これ。どうやってやったんだろうね、これ。わかんないんだけど。とりあえず、ウルキオラね。3体目。ここに願いを私は込めています。はっ、おし、まあまあの金率。東四郎7体目、あと1体で貫突。ルーシー、ノックス、ココ、ウェンディ、氷雪系だけどね、さすがにちょっと違いますね。モンスターってさ、結構あれだよね、攻撃系のやつが多いよね。全部いただくぞ。まともな食事にありつきたいぜ。33連目。よし。ここに願いを乗せて。あーまあこんなもんか、コラボだしね。真ん中では出ないと。グリム女王アラン・ケルセスターグリム女王だ。ウルキオラー、まあイチゴ以外は順調に揃ってきてますね。出たー、出たー、2体目ー、よしやりました。3枚引きました、ブリーチコラボ超運だ。オッケーオッケー。でも出ないね、あれが、孔明も、小京も、ユージも、理性も、俺、未だに理性1体しか持ってないんだよね。もっと強い相手はいないの？貫けるものか。
よし、2体目のイチゴ出ましたね。2体目です。ここからロックできたらいいのにね。はい、とりあえずね、石追加していきます。少々お待ちください。はい、石を追加してまいりました。じゃあコラボガチャね、続き引いていきたいと思いますよ。はい、よいしょ。これが、132連目。あ、ちょっとずれちゃった。ずれちゃったんで、ここの演出、最後まで見ます。ちょ、験担ぎなんでね。うん。いいんじゃなかろうか。真ん中からもなんかイチゴ出たらしいですね。ちょっと聞きました、噂に。雲竜、空の支配者。ユリ。懐かしいね。あ、ちゃちゃちゃ、雲竜？嘘。エスパーだ。あー。溢れちゃいましたね、とうとう。144、ん？ 133 連目？いきます。よいしょ。ここだ。うん、微妙な枚数やね、さっきから。武将デリック、悟りのグール、なんかちょっと賢いのかな。レオ、なんかさっきからレオが出るな。ベリカ、ベリカ、これでガントツかな。おう、おう、おう、おう。偏るねー。いきます。よいしょ。うん。まあ、こんなもんでしょう。コラボガチャといえばね。金利つってね。お、ウリキオラ。5体目かな。グリム城が、イチゴの次に出てないですね。グリム城。噂をしたら出たね。全部ブリーチコラボとかだったら、すごいよね。エルニア。ウルキオラ。ウルキオラも貫突への道をね、歩んでおりますね。ちょっと見てみましょう。死にたくなければ、あら、ちょうど99ってなってるね。グリム城4体。アランカルセスタ、アランカルセスタ、グリム城だ。力の差を教えてやる。力の差を教えてやろう。ここは外していいかな。1234567 8、 OK。うん、ちょっと合成やろっかな。条件に合うキャラクターがいません。今すぐ育てないキャラでね、ちょっと合成やりますか。ちょっと気分変えたいんでね。リンリン、勝利、チンタオ、ジン、キャティ、ジン。ちょっとこれ全部合成します。いけ、来い、なんか顔はいけ、来い。シルビア、コウ君がシルビアがいいっつってたな。来い、青ハイゲ来い。ラニア。シルビアだけ残しかな、これで。
ジェーン。これでジェーンとラニア合成して、シルビア残しになるか、それともシルビアも供物にするか。レイカー。さらばシルビア。いけ。いやー、オチとして最高。言われちゃったよ、日々精進って。わかりましたよ、B さん。というわけで、今回の66連はね、いちごが1枚ですかね。はい。まあ、いい方なんじゃないでしょうかね。100連に1枚ぐらいじゃないかとかって勝手に思ってたんで、なので、そう考えれば、はい。というわけでね、これ、おそらく次回にも続きます。で、せーの、アデュー。